コダラは、北、大西洋両岸に生息する、タラカの魚。ポピュラーな食用魚で、商業を流通している。体長は1.1メートル以上。白い体に黒い側線が走るのが特徴であり、よく似たポラックという魚は逆に黒い体に白い、側線である。また、胸びれの上に黒いブチがあり、サンプリント、デビルズサンプリント、または、ストリート、ピーターズマーク。 と呼ばれる一般的には水深40から133メートルでよく見られるが300メートルの深さにもいる。水温は2摂氏10度が適温。稚魚は浅い水深を好み成長するに従い深くなる。通常、成熟した子だらは稚魚のような長い移動はしないが全年齢で季節性の移動を行う。 餌は主に小さな無脊髄動物だが、大きな個体は魚も食べる。産卵は1月から6月にかけて行われ、3月末から4月、始めがピークである。最大の産卵場所は、ノルウェー中部沖南西アイスランド付近と、ジョージズバンクである。平均して85万個の卵を産み、大きなメスだと、年300万の卵を作る能力がある。引き網量。 トロール漁、ハエワなどで商業漁獲されている。非常に一般的な食用魚であり、生、燻製、冷凍、干物、缶詰の形で流通する。イギリスでは、他のタラルやカレーに並んで、フィッシュチップスの材料となっている。新鮮な小樽の実は、白身の半透明で、タラと同様に調理できる。古くなると、実は青白くなる。小樽やタラの幼魚の切り身は、 マサチューセッツ州ボストンではスクロットと呼ばれて売られる。ノルウェーではフィスケボンレルという魚団子の主な材料ともなる。近縁のタラ族とは違い、コダラは塩漬けではなく干物や燻製で保存される。コダラの燻製の一種にフィナンハディと呼ばれるものがあり、この名前はスコットランドの漁村フィンドンにちなみ、もともとデータンの上で例燻製したものである。 よくナ難ハディはミルクで煮て朝食にされる。また、コダラの燻製は、ケジャリーという永遠接中の料理の取材料でもある。スコットランド東海岸のアーブロースの町では、熱燻製のアーブローススモーキーが作られており、これは食べる前に、さらに調理する必要はない。さらにスコットランドでは、コダラを用いたカレンスキンクというスープ料理も広く、食べられている。栄養としては、 タンパク質に優れ、ビタミン B12、ピリドキシン、セレンも豊富で、ナトリウムとカリウムのバランスは健康的で脂肪は非常に少ない。ありがとうございます。